カラサリオです。シンマリホです。リカちゃんです。サイクルガールです。で、おい、うるさいんじゃ。ガチャガチャガチャ、うるさいよ。もう何やってるんですか。はい、先生のその姿久々に見た。久しぶりに見た。最近ね、はい、あの普通普段の格好しかしてなかった。いや、そう、はい、やっぱりしっくりきますね。あ、ですか。そっちがいいですよ。何ですか。はい、これワットバイクって言って、まあ、いわゆる自転車でトレーニングするための。あくまでやめないんですか。装置ですね。はい。普段やり慣れちゃってるから、こう、こうやって。すごい。全然苦じゃないですか、今。あ、今は大丈夫です。歩いてるのと一緒くらいの感覚でやってます。コアがたくさん出すぎても壊れないっていう。あ、それもなんで、ジムのやつとかだと、その競技者の競輪選手とか使うと壊れちゃうんで。壊れちゃうんだ。はい。なので、あの、こういうチャンス専用の。はい、それで今日は皆さんにちょっと、はい、どれぐらい焦げるのかっていうのをチャレンジしてもらおうかな。久々の運動会、はい、運動会ね、運動の会、はい、試されるわけね。はい、いきますか。はい、はい、じゃあそれ、じゃあ、はい、やっていきましょう。すごーい。頑張って頑張って、よいしょよいしょ。なんかコツとかあるんですか。そうですね、あの、前回の動画でやりましたけど、まあ、かかとを、まあ、ペダルの軸につけてもらって、で、ペダルを一番下に下げた時にピンと伸びて、あ、もうちょっと低くてもいいと思います。一回下ろしますね。あら、セクシー。 OK です。あ、こんな低くていいんですか。はい、似合うね。うん、かっこいい。うん、似合う。最近、なんか、全然、あの、なんかこういう太陽を感じた。太陽感じる。ああ、いいな、でも楽しそう、今は。今は、うん、ね、ちょっと、どんなもんかが分かんないからな。重いの、ペダル。うん、軽い。あ、軽いの。多分、ピークと接触ピークこれぐらいの負荷で踏んだ方が。ああ、違いますね。あ、でも全然風邪はするんだ。さすがは風邪が、まあ、負荷があった方が、あの、軽すぎるとカラカラカラって回っちゃうんで、負荷があった方がピークは出ます。3ぐらいにしましょうか。みんな、はい、一緒に3ぐらいで。はぁ、結構ずっしりしてきちゃう。ね、緊張してくるの。今度ちょっとガチでやるタイプなんだ。うわっ、なに。いや、大丈夫です。大丈夫でした。なんとなく分かりますよ。なんとなく分かりますよ。スタイクと、かっこいいな。いいですか。はい、じゃあ行きます。やり始めて一応15秒間だけ測定するので、そのパンって出せればいい。はい、好きなタイミングで思いっきり。はい、どうぞ。わー、すごい。エグザイルみたい。エグザイルみたい。ねえ、待ってくれ。エグザイルみたい。かっこいい。何でした。はい、ちょっと最大パワーが546です。おー、これすごいんだから。分からんけど、でもこれが、基準ね。基準になるよな。え、ジムとかでやらないですか。あの、バイクマシーンはやるけど、はい、やっぱ違います。なんか感覚が違います。そうなんだ。すごいわ。リハちゃんやってみてほしい。どんくらいなんだろう。普通が分かんない。そう、手応えがなんかよく分かんない。コツは何かあった。いや、ね、なんかね、結構疲れた。疲れた。疲れた。いや、あれ、なんか途中からなんかもうあんまり記憶がないです。記憶がなくなって。まあ、でも今多分500が出たのって最初の3個ぎ目か2個ぎ目ぐらいなんで、あれにやる必要なかったじゃん。まあ、でも人によっては後の方が出たりするんで、へー、まあ、とりあえず15秒間あるんで漕げばいいってことか。分かった。15秒全力で漕ぐ。いや、これ足に来そうだね。そう、足に来た。じわじわ来そう。めちゃめちゃ来ると思います。痩せそう、本当に。ちょっとやってばろうもちょっと。オッケー。はい、頑張れ。頑張れ。ガチャ残してるからね。いや、負けないね。頑張って。何の負けじゃなかったのか、いまいちまだ分かった。はい、どうぞ。いきますね。タイミング行ってください。はい。出だしが重いよね。そう、出だしが。わー、良さそう。良さそう。わー、いいよ。めちゃ来るよね、途中で。え、そうなんだ。頑張れ、頑張れ。途中に来るね。長くないさっきの。でもね、ずっと漕ぎ続けなんない、本当に。熱くなる。パワーが、はい、379。あー、でもそれはそれ違うよ。
やっぱこの全然違うじゃん。いや普通にめちゃくちゃ高かった。おパワータイプ黒帯の重力熱いもん。きついよね。熱いこれが黒帯のももいや普通に熱い。はい、じゃあ本命って何なんですか。じゃあまずポジション合わせてみましょうか、はい、サドルの高さまたぎる自転車の乗り方忘れちゃいました。大丈夫ですか。なんでこんな静かなあ、ちょサドル高そうですね。高い下げた方がいいですね。一回ペダルの上に立ててもらっていいですか。大丈夫です。なんだろう、なんか面白いんだけど、なんでだよ。OK です。なんか一回ちゃんと静かになっちゃう。いや、これ声出た。結構重くない。結構なんか焦げ始めます。え、そう、集中集中します。頑張れ。かけてる思いが違う。結構出てそう、なんかパワーがカツンじゃない。すっごいカツン。さて、いくつでしょう。いはい、サイドパワー581。あれ、なんでしょ。あれやばい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 。確か、覚えといて。やばい、同じぐらい。同じぐらい。え、すごい。うわえ、これなんか関係あります。その、もともとの体重とか筋量ももちろん大事なんですけど、コツ、足を伸ばすコツみたいなのも分かってると、うん、まあ徐々に高くはなってきます。体重が高いと確かにあのパワーって実は大きくなるので、だからこれ同じぐらいだった。何あった？どういうこと？パワー系。何も言ってないです。何も言ってないけど。いや、あったパッ。3人とも。何も言ってないです。今同じぐらいのパワーが出たってことは、サリオちゃんの方が体の使い方がうまいです。イエーイ。なんでなんで？なんでですか？え、体、ほぼ同じですよ。あ、同じぐらい。あ、そしたらじゃあ同じぐらいってことじゃないですけど。なんだ、何も言ってないんですよ。何も言ってないです。何も言ってない。大丈夫です。はい、じゃあ、これ、もう終わりですか。そうですね。静まった終わりにしちゃって大丈夫ですか。パワーを知って、はい、パワーを知って、まあ、皆さんがどれぐらいあるかっていうのが、はい、多分視聴者の皆さん多分気になってたと思うんで、まあ、だから平均400ぐらいか。そうですね、女子はね、はい、結構高い方だったんじゃないかな。うわっ、さすがね、ちょっとやってるだけある。平均下げちゃったけど、ちょっと先生の見てみたいなあ、確かに見た。はい、オッケーですよ。ちょっとガチる準備をガチるしないといけないんで、まあ、やっぱね、出してもらわなきゃ困りますからね。確かに教えてもらってるからね。そう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 、どんくらい違うんだろう、女子と男子。確かに。しかもプロと。そうだよね、なんか先週の記録未知だよね。うん、はい、ということでちょっとペダルをクリートの方に変えさせてもらって。わー、すごい、ガチ仕様じゃないですか。ちょっとこれからやっていきます。本気で、はい、本気だ。やっぱ違うんですか、このペダルにすると。そうですね、引く力も使えちゃう。あー、ちょっとこれは見物よ。じゃないですか。楽しみ楽しみ。うわ、スイッチ入ってる。すげえ。行くの、はい、いいですか。いいですよ。行ってください。お願いします。どうぞ。うわー、怖い怖い怖い。やっばー、ねやばー、いいね、怖い怖い怖い、ガチすぎるよ。怖い怖い、一回変えるの忘れてましたね。壊れるかと思った。いや、もうだってあのメーターボロロンってなっとったよ。出ました。すごい、桁すら違う。すごー、もはや恐怖でした。いやでもEXILEの人とかはあんなぐらいですよ。すごいな。やっぱ疲れるんですか。さすがに、さすがに疲れますね。すごい、すごすぎて聞いた。でもなんか初めて尊敬っていうか、まあでもガチで走ってるところまだ見てないですよね。見てないから。かっこいい、プロですね。やっぱコーチなだけあるね。はい、ありがとうございました。よかったです。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。僕も息上がってますけど、はい、今回こうやって乗ってもらって、こういうトレーニング機械で自分のパワーとかが測
測れますんで、まあ、今後もトレーニングしてて、はい、測る機会があれば。でもこっからさ、数値がさ、どうやって変化していくのか楽しみ。確かに、確かに、ね、多分自転車乗り慣れていくと、同じそのこういう方でもどんどんパワーが上がっていくので、足の使い方が上手くなったりとかありますんで、結構エネルギー使うね。あの一瞬だけど、すっごい使いましたね。よかった、当分補強しといて。確かに、確かに。まあ、体力はこんな感じで上げていけば、はい、ABC が体力必要なんです、はい、はい、それでトレーニング頑張っていきましょう。はい、はいはいはい、ありがとうございました。それではチャンネル登録とコメント、高評価の方お願いします。以上、サイクルガールでした。パワー、パーフェクトボディ。バイバーイ。はい、バイバイ。